エルサレムでハマスのメンバーの兄弟2人が銃を乱射する事件が発生し、3人が死亡しました。現場の監視カメラには白い車から2人の男が勢いよく飛び出し、銃を構えながらバス停にいた人たちへ向かっていく様子が写っています。 大通りに面ししたたこちらのバス停で事件が起きました当時です、ね、通勤・通学の時間帯だったため若者からご年配の方までたくさんの人がバスを待っていましたエルサレムで30日ハマスのメンバーの兄弟2人がバス停にいた人らに向け銃を乱射し24歳の女性ら3人が死亡8人がけがをしました男らはその場に居合わせた兵士らに射殺されています。